ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。そちらに書いてありますが、そうだね、巨人の山口投手が、はい、戦力外通告ということで、そうだね、昨日発表ありましたが、はい、まあ、35歳ということで、まあ、体の強い山口だから、うん、まだまだできそうなんだけども、はい、まあ、戦力外通告というね、ちょっとね、今シーズンは、まあ、1試合登板しかなかったんだよね、はい、まあ、投げれる状態ではあったんだと思うけども、うん、やっぱり巨人の若手が台頭してきたよね、はい、で今後やっぱり若手にチャンスをより多く上げるということで、うん、まあ、おそらくその煽りを食らってということもあってね、はい、まあ、戦力外にはなったんだというふうには思うけど、まあ、俺としては、はい、まあ、横浜で、一緒にやったね、はい、まあ、経験があるし、うん、まあ、ちょっと寂しいニュースが飛び込んできたなということでね。そうですね、ちょっと、まあ、アメリカ行った後日本に帰ってきた時もね、ちょっと期待して、まあそうだね、話はここではしてたんですけれども、まあそうだね、まあ、まあ通算成績が、はい、まあ、日本での通算成績だけどもね、うん、まあ、66勝66敗、はい、まあ、主に活躍したのは、うん、まあ、先発っていう印象もこの三冠を取ってるだけにあると思うんだけど、ね、はい、俺の中ではやっぱこう西武投手なんだよね、抑えのエースと言われたその横浜時代があって、はい、まあ、2年連続30セーブ以上上げてね、うん、活躍してたんだけども、はい、まあ、防御率が通算防御率が 3.36、はい、まあ、2018年にはノーヒットノーランを達成し、はい、まあ、2019年には、まあ、最多勝、うん、奪三振、はい、最高勝率かな、はい、まあ、そういう三冠に輝いて、うん、まあ、メジャーリーグの方に行くんだけどもね、はい、まず横浜時代、これ本当に山口は感謝しなきゃいけないのは、うん、まあ、抑え、俺が2012年に DeNA に戻った時にコーチとしてね、はい、ヘッドコーチとして戻った時に、まあ、中田監督が、はい、まあ、やっぱり抑えで最初使ってたんだけども、ちょっと失敗が多かったんだよね。ちょっと力がこう落ちてきたのか、うん、まあ、西武ピッチャーとして、まあ、疲労が溜まってたのか、うん、で中畑監督がよし、先発させてみようっていうようなことで、はい、まあ、そこからまたこうそのまま西武投手でいけばちょっともう終わってたかなって言ったところを中畑監督が、はい、先発に回し上げたんだよね。当然後ろはきつくなるんだけどもさ、はい、まあ、山口のことを考えて、うん、先発をさせたら、うん、まあ、ある程度力を、まあ、スタミナのあるピッチャーだったから、うん、もともとね、すごく長いイニングも投げることができて、うん、まあ、巨人に FA 移籍をするきっかけも先発ができるんで、うん、まあ、そういうようなね、形を取ったんだけども、はい、巨人に行って早々、うん、器物破損というさ、うん、まあ、お酒を飲んで、うん、ちょっとこう事件を起こしたんだよね、はい、まあ、そこで謹慎を食らって、うん、罰金を払い、うん、2019年にもともとのポテンシャルが高いだけに、はい、まあ、この三冠に輝くわけだけども、はい、で巨人初めてポスティングを使いメジャーリーグに挑戦するわけ、はい、でその時にねちょっと違和感を俺覚えたのは、うん、あれだけFA で移籍をし、うん、巨人に迷惑をかけて、まあ、3冠取ったからポスティングでメジャー、まあ、これは巨人が許したから、うん、これはもう仕方ないんだけども、はい、俺はなんか巨人に残って、まあ、そういう事件も巨人がこう盾となってね、うん、解決してくれたと思うし、はい、巨人にもうちょっと貢献をしてあげてほしかったなというね、はい、そういう思いがあったのね。うん、でそういう思いも虚しくメジャーに行くんだけども、うん、メジャーではちょっと防御率が 8.03 ぐらいの、うん、まあ、防御率だけ見れば全く通用しないような状態で、はい、まあ、帰ってくることになったんだけどもさ、うん、でまた巨人がねやっぱまあ引き受けますよということで、はい、まあ、一緒にやろうということで声をかけてくれた、まあ、ありがたいよね、うん、巨人というチームは。そうですね、うん、まあ、それで、まあ、最初の登板を見たんだけどもさ、うん、えらいやっぱ変わってたなメジャーへ行ってピッチャーが帰ってきて変わるのは変化球がやたら多くなるっていうことね。ああ、それはなんか他の人にもそういった傾向が。そうそう、うん、まあ、他の人たちはある程度年数が経って、うん、
年を取って帰ってくるから、うんうんうん、まあ、2年というのは、まあ、山口が行った年から考えたらでかいんだけども、はい、でもやたら変化球が多くてかわすようなピッチングをするんだよね。うん、まあ、ここで転向した時、はい、ここで最多勝を取った時っていうのはまっすぐでどんどん押し込んどいて落としたり曲げたりとかしてたんだけど、これ帰ってきてからはやっぱ曲げて曲げて見せといてまた曲げるみたいな、うん、だから全然こうなんか怖さが消えてたという、うん、すごく印象がするんだよね。そうすると元々のこう持ち味だったものが、うん、違うものに変わっていたというような感じですか。そう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 、だからちょっと意外だったんだよ、うん、復帰戦でね、はい、復帰戦というか巨人にこうメジャーから帰ってき て、はい、すぐ勝つことができたんだよね。そうですね、うん、だからこのまま行くかなと思ったらやっぱ勝ち運がないというか、うん、まあ好投しても打線との噛み合いが悪く、うん、負け投手になったりだとか、うん、まあそういうことをちょっと繰り返してたよね、うん、そうですね、結局負けの方が2勝8敗かな。そうですね、うん、だからそういう意味ではその恩返しができてないというようなね、うん、まあ恩返しという言葉が適切かどうかっていうのは分からないけども、はい、ちょっと本来の力からかなり落ちてメジャーから帰ってきているということだよね、うんうん、ただね、横浜の時抑えをやってる時、まあ短いイニングではあるけどもやっぱ球が速くてさ、うん、ルーキーで入ってきた年なんかは、はい、審判の方がやっぱキャンプに来るのね、うん、でブルペンでどうですかって聞いたら、うん、いやあいつの球はうなってるなっていう、うん、そのぐらいボールに力があったし、はい、一緒に解説やってる達川さんも、はい、豊か山口っていうのは相当力あるぞって、まあ、相当な力を持ってたんだよね、うんうん、まあ確かにその持ってるから、まあ、セーブだって112セーブ上げることができ、うん、まあ、2年連続の30セーブ以上をね、うん、まあ、達成することはできたんだけども、はい、でもね山口はすごく器用な投手で、はい、こう変化ができるんだよね、うん、まあ普通剛球投手で変化できずに消えていく人とか、うん、いろんなタイプがいるんだけども、はい、まあ、山口は剛球投手から、まあ、こう変化球を操るようになった、うん、だから超すごくうまい、うん、転換をしたんだよね。なるほど、うん、だからすごく器用なピッチャーだなっていうふうに、まあ、思ってたんだけどもね、はい、まあ、気持ちがちょっと優しい子 で、うん、でピンチになるとすごく動揺するというか、うん、まあ、そういう若い時はそういうことも多々あったんだけども、はい、だんだん経験を積み上げるにつれて、うん、まあ、ふてぶてしくというか、はい、度胸が座ってきたというかね。いい意味での、いや、もうもちろんいい、はい、そうだね。だからそういう意味では、うん、まだまだ35ということを考えると、うん、まあできるんじゃないかなっていうような気はするんだよね。まあこのね、今回のことで現役続行は希望しているということで、うん、ね、ちょっとどこかからのオファーを待つっていうふうなオファーを待つのか発表していますが、うんうん、どうですか。そうだね、まあ、オファーを待つのか、うん、それともそのトライアウトを受けるぐらいの気構えでいるのか、うん、というところなんだよね。なるほど。だからトライアウトを受ける準備をしつつ、うん、他からなんていうの、声がかかるんだったら行くと、うん、だけど声がかからなかったらトライアウトまで受けてどっかの返事を待つとか、うん、そのぐらいの姿勢じゃないと多分今どこの球団も受け入れてくれないと思うよ。うん、いやいや、俺も実績あるしね、メジャーまで行ってるし、うん、取ってくれるっしょみたいな、うん、どっか声かけるっしょみたいな、うん、そんな体だと絶対声はかからないと思う。うん、だから旬に言っときたいのは、はい、まあ可愛い後輩だしね、まあ最初のスタートが。うんうん、トライアウトのやっぱ準備だけはするぐらいの低姿勢じゃないと、うん、他行ってもダメだよっていうことだよ。うん、まあ、その方がこうね、自分が将来行きたい場所に近づくための手段の一つにはなるかなっていうところはありますかね。まあ気持ちがね、うん、やっぱそういう気持ちを持ってないとどこ行ってもダメだし、うん、言えば広島あたりがいいかなと思うんだよね。うん、なるほど。うん、広島はやっぱこう中継ぎは手薄だし、うん、まあ、今年のドラフトを見てると社会人3人取った、ただまだまあその3人は未知数じゃない、うん、だから山口を取っといてもいいかなっていう、他の球団探してもね
ここっていうところは見当たらないんだ。ちょっと役割的にこうハマるところが難しい、ね、じゃあ阪神にはまるかって言ったらあれだけの投手抱えていらないし、うん、ヤクルトもいらない、まあ DeNA は帰りづらいだろうみたいな、うん、まあもういらないよね。だから広島がちょっと手薄な分だけ一応取っといて当てはめとくっていうのはありかなっていうのは思うけどね、うん、他の球団って考えてもなかなかないよ、うん、もしかするとこの横浜から巨人メジャー巨人って行った時に変化を遂げたように、うん、新しいところでまたね自分の位置を確立できるところがあるかもしれないし、まあそうだね、ということですよね、うん、だから燃え尽きてないっていうんだったら、うん、やっぱトライアウトを受けてまでも、うん、やっぱりそういう停止性というか、まあトライアウトが停止性とは言わないかも分かんないけど、うん、声をかかるまで待ってるっていう体では俺はいけないと思うんだよね、うんうんうん、そういう精神では、うんうん、いや声かからなかったらどうするの、いや引退しますって、あどっちみち金はあるからもう引退してもいいんだろうみたいな、うん、ね、燃え尽きてない、いやいやもうそんな僕から頭下げて雇ってもらおうなんて思ってません、じゃあさ、うん、これはやっぱりどこ行ったって無理だし、うん、だからトライアウトをね、まあ何回も言うようだけども、うん、受けてほしいなっていうふうなそういう姿勢でいてほしいと思います、うん、はい、まあ寂しいニュースがねこの時期多いけども、はい、ね、やめるのは簡単、続けるのは難しいから、はい、でも続ける時にはやっぱり拾われた、うん、やっぱ感謝の気持ちでやっぱプレーをしてほしいなっていうふうに思いますということでした。はい、ちっちゃんありがとうね。はい、看板屋さんが書きました。はい、はい